松山三庵巡り一層庵の紹介をしていきます。一層庵は松山市の御幸にある庵となっています。一層庵は山東家の終わりの住処となったところは、宇和島市出身の映画監督伊藤大輔さんがその妹のために建てたもので、1939年3月まで人が住んでいました。その後は御幸寺の納屋として使われていました。山東家はこれに手を入れて、1939年12月15日から1940年の10月11日まで住みました。山東家の没後も何人かの人が住んでいました。老朽化したため、1952年10月当時の愛媛県知事久松定武を会長とする山東家検証会が錠剤を集めて庵を再建しました。改築に関しては、居住する人の利便性を考慮し間取りが変えられました。この年の10月11日には落成式と山東家の13回忌法要が行われています。その後、昭和30年代には居住者によって玄関脇に板張りの6畳間一室が建て増しされました。1980年一層庵は山東家検証会から松山市に寄贈され、以来松山市が管理することになりました。そして平成になってから春と秋に期間を限定して庵の内部を公開していましたが、公開日の拡大を望む声も多く、松山市は坂の上の雲の町づくりの一環として一層庵の周辺を整備しました。平成19年10月に事業に着手し、隣接する用地を取得し、休憩所等の便益施設を建設、平成21年3月に完成しました。工事に合わせ一層庵の改修も行い、昭和27年の再建時の姿がよみがえりました。種田三等家は昭和14年10月1日ふらりと松山にやってきました。三等家は12月15日支援者の行為により、ここ御幸寺境内の右に一層庵と呼ばれる納屋に住んでいました。三等家はここで俳優たちと柿の会を結成、にぎやかに句会などを行っていました。句会を行っていたり、三等家を支えた人は高橋一巡、大山住田、藤岡正一、野村主林道、荻原清泉水、川東碧梧桐、正岡式となっています。種田三等家は昭和14年9月27日未明、温泉三昧、酒三昧の風来郷、山口県湯田温泉に別れを告げ、松山にやってきました。尻から毛の着物に直旅、母の位牌を首から吊るし、腰にタオル一枚の姿でやってきました。念願の野村主林道の墓さんを済ませた三等家は、10月6日、四国遍路に旅立ちました。途中、小豆島によって再び尾崎法也の墓に参り、11月参拝途中で高知より松山へと急ぎました。そして松山に着いた三等家は、老後の筑前屋と藤岡正一宅で旅の疲れを癒しました。三等家は松山に安住の地を求めました。大山住田の知人、高橋一巡、藤岡正一らの並走により、望み通りの草案が見つかりました。道後温泉にほど近い松山市の城北、閑静な寺町の一宮で、御幸寺が納屋として使っていた境内の建物を住職の行為で住居として改造したものです。後に大山住田の提案で、一層庵と名付けられました。一層庵に入った12月15日、三等家は次のように帰しました。石樹君に連れられて新居へ移ってきた。御幸山麓、御幸寺境内の隠宅である。高台で閑静で家屋も土地も清らかである。山の景観も市街や山の遠望も良い。すべての点において私の分には過ぎたる、なり屋である。私は
か泣きして素直につつましく私の寝床をここにこしらえた四国遍路日記よりです。1940年、三島家は主林道の没後休止されていた区会を柿の会として復活。松山の区友十数人と集い活発に活動し、4月には一大区集草木塔を刊行しました。三島家は終わりの住処となる一層庵で絶食と飲酒を繰り返しつつも自らを見つめ続け、最も落ち着き最も充実した生活を送り、たくさんの苦を吐き続けました。10月11日未明、脳一血、診断は心臓麻痺のため永眠し、去年59歳でした。望み通りのコロリ往生でした。種田三島家は松山を終焉の地に選び、松山の地でコロリと眠ることができました。一層庵の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。